やっと着いた。成田空港をご利用の皆様にお伝えいたします。明日1月1日特別便。3年ぶりか。トーマーバカだな。私別の空港にすればよかった。こっちです。あ、ちょっとすいません、通してください。一瞬どうも、はじめまして。私、株式会社トーマヨークオフィス日本支部の工藤と申します。社長に、いえ、お母様にはいろいろとお世話になってまして。あ、工藤美代子さんだっけ。うん、母さんから聞いてる。本当にお世話になってるのはどっちかも含めてね。恐縮です。ウィーンからの長旅お疲れ様でした。あ、お荷物お持ちしますよ。いいよ、軽いから。本当に軽装ですね。やっぱり和沙さんも社長みたいに全部現地調達するタイプですか。1日で1万ユーロとか平気で使う買い物間と一緒にしないで。ただ長く滞在するつもりがないだけ。それって、おい、やっぱり本人だって。今カズサさんって呼ばれてた。それにさっきトーマヨークオフィスって言った。これはもしかしたら、もしかするかも。あ、しまった。何が。あのもしかしてトーマカズサさんですか。え、どうして私の名前。ほら、言っただろう。わ、本物だ。そっか、今トーマヨークも来日してますもんね。本物に会えて感激です。え、何、どういうこと。僕らこの前の海洋グラフで見て以来大ファンなんですよ。今月のアンサンブルも買いました。海洋グラフ、アンサンブル。そうだ、もしよかったらこのパスポートにサインお願いします。だからちょっと待って、あんたたち一体何を。カズサさん、こっちです。急いでここを出ましょう。え、あ、ちょ、工藤さん。あ、待ってください。握手だけでも。一泊二日の外なんだよこれ。あ、これはアンサンブルと言いまして、海王社が隔月で発行しているクラシック専門誌で。それは知ってる。日本にいる時はずっと読んでた。で、今月号の表紙に載ってるこの目つきの悪い女は誰。写真写り、いい感じだと思うんですけどね。だいたい私もさっきこの写真を手がかりに探してたんですから。悪魔だ。すごい売れ行きなんですよ、カズサさんが表紙を飾ったアンサンブル最新号。何しろ発売初日に完売してしまったんですから。ひどい悪魔だ。もともと増刷なんてしない雑誌なのに大量の追加オーダーが来ちゃって、アンサンブル編集部は今大わらわなんですって。ありえない悪魔だ。しかもそのことに気を良くした社長がテレビや新聞のインタビューで火に油を注いでて。あ、運転手さん、東亜テレビつけてください。で、これが今週発売になったアンサンブル最新号なんですが、陽子さんと和沙さん親子の確執の歴史といいますか、これかなり赤裸々に書かれてますね。まあぶっちゃけるとね、私一度は捨てたのよ、あの子を。才能ないなって見限っちゃったっていうか。あ、しかしその和沙さんがこの度国際コンクールで準優勝と、着実に母親である陽子さんの背中を捉えつつありますが。まさかあのどん底から這い上がってくるとはね。もうピアノ以外に何もないってくらいの執念よね。一生ものの失恋でもしちゃったのかしらね。消せ、今すぐ消してくれ。と、まあこんな感じで。最悪の悪夢だ。それ悪が被ってますよ。回収だこんなの。
だいたい誰がそんな記事書いていいなんて言ったんだよ。それはオファーを受けたのは私ですけど、許可を出したのは社長で。そこに私の意見を。ピアニスト東間和沙のありとあらゆる権利を保有しているのは株式会社東間陽子オフィスでして、その件でしたら契約書にきっちり明記されていて。人間としての東間和沙の基本的人権は。その辺は親子で話し合って決めてください。私は社長の命令に従っただけです。工藤さん、あんた結構いい性格してるね。さすがは母さんが雇うだけのことはあるよ。お褒めいただいたついでにもう一言よろしいですか？全然褒めてないけど。何？今の和沙さんの反応を予測していた社長からの伝言です。今日のコンサートを聞いて、自分がもう東間陽子を超えていると思ったら遠慮なくクレームをつけなさいと。それじゃあコンサートの空前絶後の大成功を祝って。空前だったけど絶後じゃなかったわね。俺たちの戦いはこれからだ。東間陽子先生の次回公演にご期待ください。ほら皆様、杯の準備はよろしいですか？娘を売りやがって。何？聞こえない。そりゃ別に、あなたが今日の私を超えるピアノが弾けるんだったら。わかってる。乾杯。あら、ダブルミーニングだなんて、あなたにしては気が利いてるじゃない。乾杯。まったく。やっぱりコンサートの後の一杯は最高。それも娘のお酌でなんて、母親冥利に尽きるわね。いちいち強要しなくてもちゃんとついでやるっての。ほら。それじゃあ改めて新年明けましておめでとうございます。9年中は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はいよ、よろしく。ほらカズさんもぐっと行きなさい。グッドン。うるさいな。こっちは自分のペースで飲むからほっといてくれ。何よあなた、母親のせっかくの申し出を断るっていうの？せっかくお腹を痛めて産んであげたのにさ。別に頼んだわけじゃない。知ってる？あなたって陣痛が始まってから丸一日も出てこなかったのよ。もう病院のベッドの上で何度諦めてやろうと思ったことか。知ったことか。それが今やトラスティーで2位とか、いつの間にか世界で戦うまでになっちゃって。まだまだだ、私なんか。うん、まだまだね。何しろ私は優勝だったしね。たく。ほら、うん、はい、グッド、グッド。覚えてろ、あと5年、いや3年もあればあんたを超えてやるから。おお、いい飲みっぷり。ほら、もっともっと言ってみよう。そっちも空いてるだろ。ほら、まあこの天才ピアニスト東間陽子様が現役で君臨し続ける限り、20年のキャリアの差は埋めようがないわね。20年後にまたおいで。黙れロートル。老後の面倒を見てもらいたかったらそこまでにしておけよ。何言ってるの、私はピンピンしたまま100まで生きるわよ。あなたが老衰で死ぬときは見とってあげるから安心なさい。ほんと口の減らない。今何時？2時ね。そろそろ寝る。今日は疲れただろ、あんなに激しい演奏したんだし。朝まで飲もうって言ったのはどこの誰だったかしら。ほんと若いくせに体力ないわね。そんなだからいつまで経っても私の足元にも及ばないのよ。
そっちが眠そうにしてたから気を使ってやったのに。いいよもう、あんたが倒れるまで付き合ってやる。じゃ帰り討ちってことで。ほざけっての。ほら、どんどん行くよ。うん。ねえ、カズさ。なんだよ、やっぱり降参？日本に戻りたいって思わない？全然、全く、これっぽっちも。うん、今のタイムラグは置いておくとして。どうして？向こうの水の方が私には合ってる。それに実力を磨くならやっぱりヨーロッパだ。こっちに忘れ物はない？本当に何もかも整理できてるの？さっきも言っただろ、この国に私の居場所はないって言ってたけれど、未練はないなんて聞いてないわよ。この3年あなたはピアノだけだった。本当にそれだけだった。私の選んだ道だ。この3年私以外の誰とも触れ合わなかった。昔みたいに世間に反抗してるわけでもないのに、それでも他人を拒絶し続けた。人付き合いがめんどくさかったんだ。ただそれだけだ。たった一人の男の子のことずっと思い続けてた。たった一人の女の子にずっと詫びながらね。してない。そうやって3年前と同じ反応してたんじゃ語るに落ちたって言われるわよ。電話してみたら？今なら1時間以内に会えるかもしれないわよ。番号なんてもう消した。なんなら調べてあげようか。宛てならあるんだけど。いいよ、もう過去の話だ。好きだった？ギター君のこと。今さら聞くの？思い出はもらった？うん。そのせいで二人を傷つけたけど。それだけで満足した？もう他には何にもいらないって思えた？どういう意味だよ。本当はもうちょっとだけ形見が欲しかったんじゃない？形見って？形見っていうか忘れ形見っていうか。私は母さんとは違う。それは単なる結果論じゃないの？彼の子供が欲しいとか本当に思わなかった？無言は肯定と取るわよ。うるさいな。否定しないと肯定と取るわよ。ああ言えばこういう、いちいちルール変えるなよ、卑怯だぞ。否定しないと肯定と取るわよ。うるさい。これがラストチャンス。否定しないと肯定と取るわよ。ほら、やっぱり私の娘だ。未成熟で全く独り立ちできてないくせに、そういうところだけはしっかり受け継いじゃってさ、この万年乙女。うるさいな。そんな風に溜め込んでるくせに意地張るから表現ばっかり豊かになっちゃってさ、おかげで伸びること伸びること。 いじめるなよ。私はダメなんだよ。人として間違ってるんだ。でもアーティストとしては間違ってない。せいぜいその鬱憤をピアノで晴らしなさい。そうやっていつもいつも子供をいじめて虐待だ。だって我が娘ながら可愛いんですもの。バカ野郎。ほらいらっしゃい、カズさん。遠慮なくお母さんの胸で泣けばいい。誰がそんな子供みたいな真似するか。何言ってるの、あなたはいつまで経っても子供でしょ。少なくとも
私にとってはね。足踏まれて痛い。人混みで疲れた。全然進まなくて飽きた。だから2年前になんて嫌だって言ったんだ。その苦難の道もようやく終わったね。お疲れ様でした。お疲れはともかく、刹那、お前の彼氏は？あ、はぐれちゃったみたいだね。本当にどんくさいやつだな。大丈夫、携帯がつながったらすぐに合流できるよ。とりあえず私たちはこの辺で待ってようよ。寒いからどっかのファミレスにでも入らないか？合流してからにしようよ。だいたい冬なんだもん、寒いのが当たり前だよ。私は刹那みたいな雪んことは違うんだよ。ほら見て、たくさんの人たちがお参りしてるよ。こんなにぎやかで楽しい景色を見てたら寒さも忘れちゃうって。ったく、コート決めたら絶対に引かないんだもんな、刹那は。だね。ねえ、カズサ。ん？カズサはどんな願い事した？それは聞いた方が先に言うのが礼儀だろ。あ、そっか、ごめん。あのね、私はね。なんてな。いいよ、聞かなくても分かってる。え？いつものだろ、これからもずっと三人でってやつ。カズさ、分かってる、分かってるよ。大丈夫、叶えてみせる。北原と私ってさ、だからそんなに必死に願わなくてもいいんだよ。私が叶う願いなんだから。あのね、カズさ、もちろんそれも大切な願いだと思ってるけれど、今日はね、今私が一番思ってることだけをお願いしてきたんだ。なんだよそれ。コンクール成功しますようにって。優勝は難しくても、準優勝、せめて入賞。あ、あれ？入賞って何位までなんだっけ？刹那。やだ、何位以内って具体的に指定するの忘れてた。こんなことなら優勝一択でお願いしとけばよかった。そんなこと、年の一番初めの願い事に使うなよ、もったいない。大体お前、今年は自分絡みでもっと大事なことがあるだろ？そんな、全然もったいなくないよ。前にも言っただろ、今度のコンクールはただの腕試しだって。それでも、え？それでも私はね、どんな時でも東馬和沙って女の子の成功を祈ってる。こんな私を親友だと認めてくれた、こんな私を許してくれたあなたを。刹那、なんでお前はそんなにいいやつなんだよ。違うよ。いい女で、いい友達で、どうしてそんな残酷な位置にいるんだよ。違うんだよ、カズさん。私はね、そうやって自分をごまかしてるんだよ。これじゃあ私、前にも後ろにも行けない。あなたのことを気遣ってると思い込むことで逃げてるんだよ。一歩も進めない。私がつけた傷が少しでも癒えますようにって。お前を憎めない。私が奪った幸せをいつか取り戻してくれますように。ずっと好きなままで苦しむしかないじゃないか。ごめんね、ごめんね、カ
はずさ。助けて、助けてよ、刹那。おはよ。寝ちゃってたのか。うん、ほんの10分ほどね。あのさ、私何か言ってた？クーンクーンって捨て犬みたいに泣いてたわね。怖い夢でも見た？別に。なんならここで一緒に寝る？で、朝になったら一緒に初詣にでも行かない？うん、明日には帰るよ、ウィニーで、元日よ。今から切符が手に入ると思ってるの？朝から空港でキャンセル待ちしてる。それでも取れなかったらその時に考える。別にそんなに急いで帰らなくても。差し当たって急な用事もないんだし。それに久しぶりの故郷なのに。うん、帰る。やっぱり私はこの国にいたらダメなんだ。どうやら飛んだ初夢だったみたいね。まあいいわ、好きになさい。あのさ、母さん。ん？母さんも少しくらいならこっちで羽伸ばしてもいいけどさ。でもそのなるべく早く帰ってきてくれよな。もうこの甘えん坊め。コロコロって触るな。離れろよ。かわいい。ほら、取れましたよ、カズサさん。11時の便です。ファーストクラスで一席だけキャンセルが出たそうで。そっか、よかった。ありがとう工藤さん。正月なのに悪かったね。いいえ、お正月なんて毎年実家でお雑煮食べて寝てるだけですから。あ、そっか。やっぱりごめん、家族団らんを邪魔しちゃって。だからそんなに気を使わなくたって。家族と一緒にいるのは大切なことだから、カズサさん。そして幸せなことだからさ。じゃあ今のカズサさんは幸せなんですね。素敵なお母さんと年末年始を一緒に過ごすことができて。そうなのかな。まあ社長としては無茶ぶりが過ぎる人ですけど。あ、これはオフレコでお願いしますね。ごめんな工藤さん。これからも事務所のこと、母さんのことよろしく。ええ、お任せください。それじゃああとは私一人で大丈夫だから。お疲れ様。次はカズサさんの日本公演でお会いしましょうね。私も全力でお手伝いさせていただきますから。カズサさん、それはごめん、多分ない。え、どうしてですか？どうしてもだよ。ダメです、そんなの。あなたは間違いなくこれから日本でブレイクするんですから。その絶好の売り時を逃すなんて、株式会社トーマヨークオフィスの社員としても黙っていられません。ただのピアニストだよ私。ただのじゃありません。トーマヨークの娘という話題性、それにそのルックス、ピアノの腕とは関係ないところでも売れる要素十分なんです。想像以上に母さん好みの人材だね、工藤さん。もちろんそれだけでもありません。今に日本中があなたのピアノに魅了される日が来ます。そして今に日本中があなたのことを好きになります。悪いけど私にはそんな未来信じられない。どうしてそう思うんですか？だって私は日本って国とうまくやっていけなかった落ちこぼれだ。私を好きでいてくれた人も、私が好きになった人も、みんな離れてしまった。どうしてそうなってしまったんですか？きっと大好きだったから。
そんな大好きな人たちを正しく愛する方法を私は知らなかったから。だからもう私の好きな人も私を好きな人もこの国には存在しない。今もこれからも。そこまで言うならこれを読んでください。読んだ後でもそんないじけたままでいられるか試してください。これって昨日もお見せしましたよね。アンサンブル最新号の東間和沙特集です。やだよ、こんなゴシップ記事。面白おかしく叩かれてるだけじゃないか。違います、それ全然違うんです。これは間違いなくあなたの大ファンが書いた記事なんです。ファンなんかいるわけないだろ。日本ではまともに引いたことないんだよ私。読んでください。工藤さん、なんだよこれ。どうです、感想は。想像してたより何倍もひどいじゃないか。まあ初めのうちはそう見えるかもしれませんね。私が私生児で悪いかよ。父親が誰かもわからないっていうのがそんなにいけないことなのかよ。それでもそのことで母親を憎まなかったって、ピアノが上手くてかっこいい東間陽子のことが大の自慢だったって。そんなのわざわざ世間に向かってバラすことかよ。クラシックの専門誌で書くことかよ。だから認められたかったって、認められたくてずっともがいてたって。なのに認められなかったから反抗せずにはいられなかったって。それほどまでにお母さんが大好きだったって。違う、こんなのただの憶測だ。これ付属の入学式ですね。ここまで一度も笑顔の写真なし。サボりが悪いかよ。グレたのがそんなにいけないことかよ。3年間の欠席日数まで事細かに書いてありますよ。本当によくこれで卒業できましたね。友達できなかったことでこの記者に迷惑かけたのかよ。クラスメートや先生には迷惑をかけたんじゃないですか。そのことを言ってるんだと思いますよ。この記事を書いたやつのどこがファンなんだよ。これじゃまるで。確かに、なんか説教みたいですよね。けれど、とても愛情のこもったお説教。私にはそう感じられてならないんですけど。私も最初はいろいろとまずいんじゃないかなって思ったんですよ。この記事、遠慮ってものを知らないから。けれど社長が大絶賛でオールオッケー出しちゃったんですよ。それで不思議に思ってもう一度読み返してみたら、これもありかなって。叩いてるようで叩いてないっていうか、全然持ち上げてないのに絶賛してるっていうか、なんだか不思議な愛情が感じられて。それに何より東間和沙という人間についてものすごく詳しいんです。どれだけ一生懸命調べたんだろうって。そう考えたら。違う。え？調べてなんかない。そんなことありませんよ。綿密に取材を重ねなければこんな詳しい記事は。こいつは最初から全部知ってたんだ。何ですって？誰が書いた？この記事誰が書いたんだよ。さあ編集部に聞けばわかるかも。では私の携帯。あ、それはさっきスーツケースに。だったら公衆電話。あ、カズサさん、私の携帯でよければここに。ってもうすぐ登場時間ですよ。じゃあ小説家にでもなるつもりか。いや、俺にそっち方面の文才がないってことは分かってる。だからルポライターとか編集者とか、とにかく自分の意見を文章に載せて人に伝えられたらいいなって。いかにも北原らしい地味な夢だな。地味だろうがなんだろうが一応夢だ。
トーマのピアニストに比べたって遜色ない夢だよ。だからいちいち鼻で笑うなよ。でも整形行くんだろ。ってことは末は新聞記者か、政治部とか経済部とか。確かに整形だとそうなっちゃうよな。本当はもっといろんな可能性を残しておきたいんだけど。なあ、どうすりゃいいかな。卒業すら怪しい私に聞くの。自分のことは自分で決めろ。ほら、そろそろ休憩終わり、合わせるぞ。了解。今度こそノーミスで通すぞ。やれるもんならな。3年前に一度かけたきりなんだぞ。どうして覚えてるんだよ私。この電話は現在電波の届かないところにあるか電源をお切りになる。だよな、そういう運命だよな私たち。それじゃあ私行くから。本当に良かったんですか。なんなら出発を明日以降に延ばしても。うん、いいよ。私の早とちりに決まってるから。でも。あ、けどこの雑誌持ってっていいかな。飛行機の中暇でさ。はい、もちろんです。にしてもやっぱ写真写り悪いなこの女。それでもこれからも何度も出てくることになりますよこの写真。何しろこれがトーマ上総伝説の最初の一歩ですから。知恵なんだよそれ。やっぱりここは変な国だ。それで今は気持ちの整理がつかないかもしれないですけど、日本公演の件。そうだな、工藤さん、いや美代子さんの給料のためにもそのうち考えてみてもいいかもな。上総さんなんてな。まずは私が単独でコンサートを開けるくらいビッグにならないといけないんだけど。そんなのすぐですよ。私待ってますから。ありがとう。じゃあね。お元気で。また会いましょう。お元気でか。なあ、お前は元気でやってるか。私は頑張ってるぞ。知ってるか？私この前コンクールで準優勝したんだぞ。これって結構すごいことなんだぞ。お前なんかよりもよっぽど先に行ってるんだぞ。ざまあみろ。だからお前もお前らしく地味に頑張れ。じゃあ